こんばんは、 DJ 森蔵です。こんばんは、トッチーこと東近由美子です。ラリードライバーでもあるトヨタ自動車の豊田章男社長がハンドルをマイクに持ち替えてお送りするラジオ番組 DJ 森蔵ハンドルザマイク。車のある暮らしをもっと楽しくする30分お送りします。今日のテーマはホンダとトヨタでモースポフェス2019鈴鹿。DJ 森蔵 Handle the mic. This program is brought to you by トヨタ。森蔵ドピーカンの中鈴鹿に来ていますね。なんででしょう。モータースポーツフェス2019鈴鹿です。今回本邦初公開でホンダとトヨタが共催するモータースポーツファンに対する素晴らしいイベント、みんなで一緒に楽しみましょう。こんばんは、トッチーこと東近由美子です。今お聞きいただいたのは先週末鈴鹿サーキットで開催されたモースポフェス2019鈴鹿の会場に到着した森蔵さんの声です。モースポフェスはホンダとトヨタが共同で開催したモータースポーツファン感謝デー、3月2日土曜日と3日日曜日の2日間にわたって、トヨタは四輪のルマン24時間を制した TS050 やヤリス WRC、 スーパー GT のレクサス LC500、 ホンダは二輪のルマン24時間で優勝した CBR1000RR や F1 マシン、インディーカー、他にもたくさん登場しました。生で目の前で見てその音を体験できるというモータースポーツファン感謝デーです。今夜の番組ではその雰囲気を森蔵さんの動きも追いかけながらお伝えしたいと思います。まずは一体どんなイベントが行われていたのか、スーパーダイジェストでご紹介します。題して1分で行った気になるモースポフェス。コース上ではミニレースやデモンストレーション、コーナーに対してちゃんと顔を向けてアクセル踏んであげた方が車は止まるし、ステージではトップドライバーやライダーも出るトークショー。 WRC を戦うトヨタガズーレーシングチームの富マキネン代表もぐるぐる回ったり、サインいただきました。マキネンさんにもいただきました。結構今日は収穫あります。グリッド&ピットウォークではマシンも選手も大接近。ダカールラリーに出たランドクルーザーや日野レンジャーもぐるぐるしてます。本山聡です。レーシングドライバー道上亮です。脇坂純一です。有名選手がその辺を歩いてることもあります。そして夜には花火も上がりますと、こんな感じ。そんなモースポフェスの模様を今週と来週の2日間にわたって私たちハンドルザマイクチームが音でレポートします。では早速、今回のモースポを象徴するようなイベント、レーシングコースを使って行われたパレードランの模様からいきましょう。ホンダとトヨタが共同で開催したイベントを象徴するようなパレードでした。いろんなカテゴリーのマシンが一緒にパレードしたので、いろんな音がしました。そして匂いもいろいろ、本来ありえないコラボレーションです。そもそもサーキットを走ることはまず考えられないラリーカーのヤリスも走ってますからね。鈴鹿サーキットの東コースを一周してもう一度グランドスタンドに帰ってきます。さっきのスタートの音よりも本気走りの音きますよ。これ GT カー、これも GT で、続いてスーパーフォーミュラ、これがヤリスで、この甲高い音が F1、 そして F1 を追いかけるバイク、バイク速い。
MC が脇坂純一さんだったんですけど、バイク速いって驚いてましたね。ホンダ、トヨタ両社を代表するマシンが鈴鹿サーキットの東コースをぐるーっと回ってきて、グランドスタンド前に止まりました。ところがここで2台遅れて戻ってきたマシンがあります。ホンダの CBR1000RR とトヨタダリス WRC。 ここで何が起こったかというと、誰だ誰だ、どなたが運転してますか。ジェットヘルをかぶってトヨタヤリス WRC を乗っているのはなんと、はい、豊田章男社長じゃないですか。はい、ということは、ということはホンダのバイクに乗っている8号社長じゃないですか。ホンダそうなんです。なんとホンダの8号高弘社長が CBR1000RR に乗って、続いて森蔵さんことトヨタの豊田章男社長がヤリスに乗ってグランドスタンド前に登場。2人ともなんとレーシングスーツ姿です。スタンドからは驚きと楽しさが混ざった声が聞こえてきました。 DJ 森蔵 Handle the mic。実際の車両を目の前にして、実際に走られてる方といろんなお話ができましたし、あのダカルラリーに参戦された三浦選手と実際に車内を見せていただいたんですけども、中こんなになってるんだっていう風に初めて知ることができたので、とても良かったです。イケメンでした今見てたラリーのやつだったりとか、普段街中で走ってて見ることができないもの、こんなに近くで見れるっていうのとか、まあ実際こんな白煙とかバーって出てるのとか、近くで匂い嗅いだりとかして、あ、こんなに臭いんだとか、そういうのも分かったりとかして、すごい面白かったなっていう感じはします。森蔵さんにですか。いや、さっきもう友達と話してたんですけど、実際にその車を作ってる会社の人たちが自分で自ら車を運転してああいう風にパフォーマンスを見せるっていうのを見ると、なんかこういう人たちにもっと車、新しいものを作ってってもらいたいなっていうのがあるんで、もうこれからもやっぱりいい車を作ってってほしいなっていうのはすごい思うので、頑張ってほしいです。これ社長にサインいただきました。マキネンさんにもいただきました。今日は収穫ありました。去年も来てよかったんで、今年も来たんですけど、去年より良かったです。中島和樹選手にサインをもらいました。とステッカーにサインをしてもらいました。そうですね、やっぱ普段見れない、まあ、ラリーとか見ることがないんで、やっぱ世界とかでやってるやつなんで、やっぱこういう機会に見えてすごい楽しいし、もっとまあ興味も持つと思いますし、まあ、普段まあバイクだけとか四輪だけとかの人とかも、まあ、こうやってラリーとか見て新たに興味とか持ってもらえて、まあ、結構いい、すごいいいイベントやなって思いました。それ御殿場にいるときは T シャツとジーパンと安いアパートにいた人間だった。ああ、日本で戦ってたときは、はい、それがもうこうやって、なんで星野は自家用ヘリを買わない。 DJ 森蔵ハンドルザマイク。さあ、今夜は先週末土曜日曜と鈴鹿サーキットで開催されたモースポフェス2019鈴鹿の盛り上がりの様子をお伝えしています。森蔵さんもどこかで登場しますよ。さて、今バックで聞こえているこのにぎわいは GP スクエアという場所。グランドスタンドの裏側の広場になっているところで、展示や物販のブースがあります。トヨタガズーレーシング、ホンダ、そしてスバルのブースもありました。日野自動車、ヤマハ発動機、ブリヂストン、そしてこの番組ではおなじみ小倉クラッチさんも出展していました。さらにルマン24時間の優勝トロフィーと優勝マシンの展示、しかも二輪と四輪両方トロフィーがあるんですよ。この優勝トロフィーのランデブーもこのイベントならではで、写真撮っている人本当にたくさんいました。そして写真といえば、トヨタガズーレーシングのブースに展示されていた GR スープラ、なんと日本での公式発表前のスープラが展示されていて、あらゆる角度から写真を撮られていました。そんな中、トヨタ車体のブースにはダカールラリーに出たランドクルーザーが展示してあり、中に入ってシートに座れるようになっていたんです。ではちょっと覗いてみましょう。シートベルトしてみる？ありがとうございます。いいよ、背中ね、ギュッとつけてみて。
これね、すごい車がね、傾いたり斜めになったりするからね、普通の車と違って肩ともう動けないでしょ、これで。どう？きつい。きつい。この優しいお兄さんの声、なんとチームランドクルーザートヨタオートボディの三浦明選手です。キッズファンを自ら運転席にエスコートしてシートベルトまではめてあげてましたね。キッズの目はキラッキラしてました。そんな三浦選手にモースポに参加した感想を伺いました。チームランドクルーザートヨタオートボディの2号車ドライバー三浦です。今回ホンダファンの皆さん、トヨタのファンの皆さんということで、またいつもと違った雰囲気で、イベント楽しませてもらってます。午前中デモランをさせてもらったんですけれども、とにかくこんなにたくさんの人に囲まれて走ったことがなくて、いつもは砂漠だったり、いわゆる誰もいないところを一人で走るのに慣れてるもんですから、もうファンの皆さんの目線がもう突き刺さって突き刺さって本当ドキドキしました。これからも皆さん応援よろしくお願いします。DJ 森蔵、ハンドルザマイク。ありがとうございます。この番組への出演はもう4回目ですね。脇坂純一さんと最多ゲスト出演を競う三浦明選手、いつもは砂漠を走ってるから今日はファンの皆さんの視線が刺さるなんておっしゃってましたけれども、確かに砂漠の上ではサーキットみたいにレース中にファンの皆さんが手を振ってくれることとかないですもんね。その分今日はみんなに見せようという気持ちが働いていたみたいです。今バックで流れているのが三浦さんの乗るランドクルーザーと同じくダカールラリーのカミオン部門、トラック部門ですね、こちらに参戦している日野チーム菅原の日野レンジャー、この2台がデモンストレーションをしていてぐるぐると回っているところ、車が大きいので GT カーやフォーミュラカーとは違った迫力を音からも感じていただけると思います。さてそんな感じで車がぐるぐるするエリアやさまざまなブースがある GP スクエアにはステージがありまして、そこでトークショーが行われています。ドライバーやレーサーの皆さんが代わる代わる登場するステージなのですが、脇坂純一さんが MC をしている時にこんなサプライズが。はい、ごめんなさいね、メイミー、ちょっと切っちゃってもいい？巻きが入っちゃったよ。なんか走り始めたよ。86が突然走り始めちゃった。はい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 、はい、さあ皆さん大きな拍手を迎えください。さあ拍手。ほんでほんでそれで降りてきはるのは純一さん。はい、ご紹介します、トヨタ自動車豊田社長です。拍手。お疲れ様でございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしい森蔵選手です。皆さん大きな拍手お願いします。鈴鹿でこんなドーナツさん決めちゃいましたね。やらせてくれちゃいましたね。どうですか、どんなお気持ちですか。えどんなお気持ちですか。やらせてくれたことに感謝しますね。はい、森蔵さんまたまたサプライズ登場です。86に乗って隣のデモ走行エリアに突然登場しました。トヨタのイベントに来ているファンの皆さんにはおなじみの森蔵サプライズですが、ホンダのファンの皆さんはびっくりされたと思います。何せ社長がぐるぐるしてるわけですからね、びっくりしますよそれは。そして脇坂さんたちとそのまま少しトークをしていると、ヤリス WRC の登場です。トミー・マキネン is driving。 トミさんドライビングですか。はい、おっとトミさんがいきなり始まった。皆さん拍手ありがとうございます。いつもより多めに回ってます。すごい、トミトミさん。現役時代は WRC 通算24勝、現在トヨタガズーレーシングチームの代表トミー・マキネンさんが今度はヤリスで登場です。いつもより多めに回りすぎて最後はタイヤがバーストしてホイールから火花が出てました。はい、
This is Tommy Mäkinen from Toyota Gazoo Racing Team. You're listening to DJ Mauricio Handle the Mic. This weekend has been absolutely brilliant. So many fans around and Toyota Honda together. So spectacular show. We've been enjoying during the weekend very much. この週末は absolutely 絶対に brilliant 素晴らしいです。すごいたくさんのファンがいて、トヨタとホンダが手を組んで本当に見事なこと。週末の間ずっと楽しいですね、というマキネン代表でした。ここでファンの声援をチャージして、きっと今頃 WRC に力を注いでいることと思います。DJ 森蔵、ハンドルザマイク。ホンダとトヨタでモースポフェス2019鈴鹿。今度はあの人が登場します。今日はあの人ばっかり。DJ 森蔵、ハンドルザマイク。ホンダとトヨタでモーストフェス2019鈴鹿。トッチーこと、トッチカユミコのナビゲートでお送りしています。ヤリスに乗って登場したり、86でぐるぐる回っていた森蔵さん。車に乗っているばかりではございません。メディアの囲み取材にもきっちりと社長として答えておりました。もちろんその取材はホンダの8号社長と一緒です。それではその囲み取材の模様をお聞きください。ついに DJ 森蔵、ハンドルザマイクにホンダの8号社長登場です。じゃあよろしいですか、はい、じゃあ社長に、はい、今回まあ共催という形でイベント初めてですけれども、どういう思いで実現にこぎつけたのか、それぞれ思いを聞かせていただけますか。うん、まずあの去年ね、あのルマンで2輪がホンダ、そしてあの4輪トヨタ、33年かかりましたけど、あの両方がね、ああいう世界選手権的なので日本メーカーが勝ったんですよね。それで改めて考えてみますと、ホンダさんとトヨタがね、どういうモータースポーツに参加しているかということを見ますと、ほとんど全カテゴリーです。でそうなると日本の、ね、モータースポーツファンの方にしてみれば、この両者が協力してこういう場を設ければ、あの大変な、ね、豪華な、そしてそのよだれが出るほどね、モータースポーツファンにしてみればよだれが出るほどのイベントだと思うんですよね。でそんなことを以前ね、8号社長にお話をしてたときに、ぜひやりましょうということで、あの鈴鹿サーキットも乗ってくれて、あとは皆さん取材してくださいね。8号さんいかがですか。まあ、あの今豊田社長がおっしゃってましたけど、我々ホンダと豊田さん、グローバルでいうと本当にいろいろなスポーツ、モータースポーツに参加しているという、これがやっぱりですね、日本の自動車業界、それで日本の、モータースポーツファンの皆さんにぜひもっともっと、ファンになってほしいなという思いがありましたので、戦っているカテゴリーもありますけど、お互いにチャレンジしているカテゴリーもあるということで、お話があったときに、あ、じゃあすぐやりましょうということで、今回こういうイベントができて、ぜひモータースポーツを五感で感じてほしいなということで、見て触って音を聞いて風を感じていただいて、いろんなそのリアルにモータースポーツを感じていただければなと。やっぱりバーチャルじゃなくリアルで感じていただくということも非常に大切じゃないかなと思っています。あのリアルというお言葉先ほどございましたけれども、あのそういう点ではあのお二人が、一緒に登場、マシンに乗って登場されて、まあ、一番楽しんでたのはお二人なのじゃないかなと思うんですけれども、あのアイデアはどういうところから。どうでしょうね。そうなんでしょうね。私は護衛みたいなもんですか。いやいやいやそんなことないし、本当はもう少し2人で走りたかったなって感じだったんですけど、一周じゃちょっとね、すいません、ここの直線を攻めて、攻めてもう少し早く実現することを、ぜひ応援してください。はい、 77.8ZIPFM DJ 森蔵、 Handle the mic。今日はトッチーこと、トッチカユミコがスタジオからお送りしてきました DJ 森蔵、ハンドルザマイク。
先週末鈴鹿サーキットで開催されたモースポフェス2019鈴鹿の模様をレポートしてきました。メッセージ届いています。秀樹さん、ありがとうございます。こんばんは。鈴鹿のモースポフェス行きました。トークショーを見に行ったら森蔵さんが乱入してきてびっくり。森蔵さんも楽しそうにしていて、なんかいい雰囲気ですね。確かに森蔵さん楽しそうでしたよね。続いてゆうさんからも。森蔵さん、とっちーさん、こんばんは。こんばんは。モースポ行きました。 F1 を見に行って以来数年ぶりの鈴鹿でした。やっぱりサーキットの雰囲気は楽しいですね。サーキットに近づくと音が聞こえてきて、来た来たという感じになって、グランドスタンドに入って目の前のコースでマシンが走っているのを見ると背中ゾクゾクですっていうね。わかります。興奮伝わってきますね。ありがとうございました。でもね、モースポフェスのレポート、これでもほんの一部なんです。なので来週の DJ 森蔵ハンドルザマイクでは、脇坂十一さん、本山さとしさん、道上亮さんという若きレジェンドたちのトークショーに注目したいと思います。日本のモータースポーツシーンに一時代を築いた3人のライバルのトークショー、お楽しみに。ここにも森蔵さん何らかの形で登場します。 DJ 森蔵ハンドルザマイク。それでは今夜はここまで。来週も土曜の夜7時にお会いしましょう。ここまでのお相手はとっちーこととっちか由美子でした。